緊張されていますか？無理もないと思います。繁栄の裏には必ず闇がある。全宇宙を滑るほどの繁栄となれば、その裏の闇は計り知れません。その闇を払うのに果たしてどれほどのフォトンが必要なのか、それはリサにも皆目見当がつきません。勝ち目があるかないかと問われたら、ないと答える方が正解でしょうね。ですけども、今はあの頃とは違います。フォトナーはただ一人を犠牲にすることで世界を救おうと考えました。それに対しアークスはただ一人を救おうと団結しています。バカバカしい、非効率にも程のある采配にも思えますけど、リサはそういうの好きですよ。もう一度同じことをするようならそれこそ幻滅するところでしたが、そうはならなかった。はい、合格です。リサはですね、ダーカーが嫌いです。フォトナーも嫌いです。でもアークスの皆さんは好きになれそうですよ。もちろんあなたのこともだから、ちゃんと助けてあげてくださいね。どうされました？ずいぶんと変な顔をしてますね。リサが変なことを言っていた？今さら何を言っているんですか。リサは最初から変なことしか言わない子ですよ。